中西さん、竹内さん、神子、お疲れ様でした。お疲れ様でした。竹内さん、はい、と、今回の、はい、お正月のハロコンから、うん、すごい、こう、おしゃべり、お話しする機会が増えて、はい、前まで全然お話ししなかったので、うん、すごい嬉しいんですけど、はい、前回、舞ちゃんと、はい、私が、ラジオをさせていただいたときに、はい、アンジュルムクイズ。あー。で、アンジュルムさんのアンジュルムクイズで、はい、アンジュルムの中で、お顔が一番丸いのは誰っていう風な、はいはい、ちょっとクイズ、はい、超難しいクイズをいただいて、はいはいはい、まあ、C って言うなら、竹内さんっていう風に、そう、私たち、C って言うなんですよ。そう。なんか、言わされたよね。言わされたみたいな感じで、ね、うん、ちょっと竹内さんって言ったんですけど、はい、まだ、謝れていないので、はい、今回のハロコン中に、ね、ちょっとこの二人で、はい、可愛くね、可愛くね、ごめんなさいね、みたいな感じで、はい、いけたらいいなっていうふうに思うんですけども、はい、今回のハロコンでたくさんの方と仲良くなれたらいいなっていうふうに思います。はい。それでは本日もスタートです。1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中、皆さんこんばんは。カントリーガールズの船木むすぶです。小関舞です。さあ、2017年になってから、はい、1週間が経ちましたけど、明日ですね、1月9日は、はい、成人の日っていうことなんですけど、20歳ですね。20歳か。20歳、私たちからしたら遠い夢のことに思いますけど、5年後ですよ。5年だよ。だってあと5年、まだまだですね。そうなの。でもやっぱ大人に聞くと一瞬だよとか言われますよね。そうね、言われるけど、どうなんだろうね。うん、でも20歳のイメージとかありますか？なんか20歳、なんかその大人と子供の境目、うん、的なものはあるよね、20歳って。そうですね、何事にも。そう、やっぱりなんか大人っぽい雰囲気出てくるのかな、勝手に。ですね。でもそれなのか、それなのか、もう変わらないのか、今からずっと。でも今でも他のメンバーからなんか、舞ちゃんすごい大人っぽくなったねって言われますよね。言われてますよね。言われてるっけ。はい。ならいいんだけどさだから、うん、もう20歳になったらもうバリバリクールビューティー。クールビューティーだよね。クールビューティーになってるかもしれないじゃないですか確かにそうなのかもしれない、今よりもね、うん、うんうんうん。私は20歳にちょっと大きな決断をしないといけないらしくて。なになになに。昔、うん、昔ってか幼稚園の時に、うん、お母さんに、うん、あなたは人魚姫なんだよって言われて、20歳になったら人魚姫として生きるか人間として生きるか決断しないといけないから、20歳までにちゃんと覚悟をしなねって言われて私は今覚悟をしないといけないらしい、20歳までに。だからあと5年、この5年、あと5年ですね、この5年間、うん、人間として生きるか人魚として生きるか、はい、はい、考えたいと思います何の話もうね、人形かね。そうですね。今さまよってんだよね。そうですね。でも、うん、皆さんがいてくれるから、うん、私がいるっていうことで、うん、私は今人間として生きたいっていうふうに今すごい思ってますねそっかそっかマジ人形って決めたらさ、アイドルやめなきゃいけない大丈夫で、安心してください。私は人間ですので、はい、哺乳類ですね人魚おにゅるじゃないのか待って、超すごいおにゅるか。そうでした。まあ信じてるからね、はい、分かった、信じてるからということでね、これからもアイドルとして頑張っていきたいと思うので、はい、頑張ってください。2017年も、はい、そしてこれからもよろしくお願いします。はい、それでは今日のファーストナンバーです。こちらは2月8日にリリースされるカントリーガールズの5枚目の両 A 面シングルなんですけども、はい、とっても可愛い曲になっていまして、多分一度聴いたらこうついつい口ずさみたくなっちゃうようなメロディーだと思うので、うんうんうん、はい、ぜひたくさん聴いていただけたらなって思います、はい、カントリーガールズでピーナッツバタージェリーラブ。1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中。
1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中。改めましてこんばんは、カントリーガールズの船木結ぶです。小関舞です。それでは今週も皆さんからいただいたメッセージを時間が許す限り読んでいきたいと思います。よもんみさあ、ね、いきますに。ねえ、本当にやだ、もう。いきます、はい。カントリーネーム、メトロポリタさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まいちゃん、ふなっきー、こんばんは。こんばんは。2016年のカントリーガールズのトークで驚いたことの一つに、はい、メンバーの間でセクシーポーズ大会を頻繁に開催している。はいはいはい。それもおふざけ一切なし、真剣にやっているということでした。はいはいはい。まあ、当たり前ですね。まあそうですね。日々セクシーに磨きをかけ、先日のライブの MC コーナーで見事カントリーガールズのセクシー女王に輝いた舞ちゃんに、はい、どうもありがとうございます。セクシーを表現するコツをぜひ熱く語ってほしいです。またまだまだセクシー修行中の船木に、ここを伸ばせばセクシーに見えるなどアドバイスをお願いします。今後も楽しい放送を期待していますということですけど、はい。いやーね、教えてください、セクシーに見えるコツを。ね、なんかその前もどこで学んだとか、はい、そのなくて、なんか勉強したわけでもないのよ。ほう。多分その天性、天性か。多分ね、舞に追いつくことはできないんだ、これね。悔しいな。でもそれに限りなく近づくことはできるんだ。おお。うん。そのコツっていうのは、うん、まあ前提としてふざけないっていう、これはね。そうですね。なんか私も、うん、初めて、うん、カントリーガールズに入って初めて、よくそのセクシーの写真を撮った時に、うん、私は何もわからなかったので、その時は、うん、この人たちは何をやっているんだって正直思いましたね。まあ最初は思うわね。そうですね、うんうん。でも今は違う。私がカントリーガールズに入って1年経って一番成長したことは、うん、セクシー対決で学んだセクシーさだと思うんですよ。うん。それはすごい思う。思いますよね。思う。なんか、やっぱ最初の、なんか、雑誌の撮影だったかな。雑誌の撮影の時に、初めて、ね、じゃあ、ヤナフナも、やってみようか。みたいな感じで、まあ、テストみたいな感じでね、はい、ちょっと、やったんだけど、その時はもうダメだね。そうですね。もう本当にダメだって。今見たら何をやってるんだ、この時の自分は。ふざけてたよね。そうですね。でも、あの時に比べて、本当に成長したし、ちゃんとこれを真剣なものだと、こう思って取り組んでくれるようになったと思っていて、でもこの前の大会の時に、はい、やっぱその何、2016年のセクシーの集大成をしっかり、はい、あの一人ずつね、お見せすることができたんですよ、会場の皆さんには、はい、なのでちょっと本当に一人一人が、みもやなみも含めてですけども、はい、一人一人がもっと成長して、カントリーガールズがセクシーという風に、まあ可愛いんですけども、はい、セクシー。そうなんですよ。これをどんどんね、出していきたいと思います。はい、そうですね。いや、セクシーつながりで。はい。そうですね。はい。じゃあ、セクシーつながりで、はい。山形県のカントリーネーム、ポコポコ太郎さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。小関さん、船木さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ライブツアー2016冬の山形公演行ってきました。ありがとうございます。カントリーガールズを全然知らない友達二人を誘ってライブに行ったのですが、はい、自分よりも楽しんでいるんじゃないかというくらい本当に楽しいライブでした。嬉しい。友達もすっかりカントリーガールズさんにハマったらしく、ずっと MV を見ながら踊っています。またライブでは小関さんの提案で一部セリフをさくらんぼに変えて言ってくれてありがとうございました。ツアーを振り返っての感想や裏話などあれば教えてください。さあ、さくらんぼですね。そうなんですよ。リズムが呼んでるぞっていう曲があるんですけど、はい、そこで感想にですね、会場の皆さんと一緒にこのリズムで遊ぶっていう部分があるんですけど、はい、そこでこうパン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 っていう風に リズムで遊んだ後に最後一言言うんですよ。はい。そこをちょっと今回船木ちゃんだったんですかね、はい、その時の担当が舞がねプロデュースしました。そうなんです。なんか、はい、まず初めに楽屋で私がリサちゃんにちょっとなんか桜もセクシーに言おうかなみたいな言ったんですよ。そしたらちょっと周りがニヤニヤしだして、で初め私が言おうとしたのは、うん、チェリーだったんですよ。でもなんか
なんかちょっと違うな、ピンとこなくて、そこで、お関大先生に、はい、言ったところ、さくらんぼっていうね。これをいただいたんですね。いや、やっぱり、なんか、その横文字イコールセクシーっていう概念を、やめてほしくって。日本語だからこそ出せるセクシーさがあると思うから、ああ、確かに。さくらんぼっていうのを、こう、おすすめしましたね。どうやったら、さくらんぼっていうのを、よりセクシーに言えますかね。そうだね。やっぱり、その、まあ、あいうえを、一つ一つの言葉に意味があるから、あにも、いにも、うにも。だから、例えば、あってどういう意味なんですかね。っていう、ね。で、それ意味なんですかね。意味だよ。ね、違うの。いや、ニュアンスっていうものが、ニュアンス。あ、ニュアンスだ、確かに。意味っていうか、ニュアンスが一つ一つの言葉に含まれてるから。じゃあ、わ、を、むの、おとか。わ、はい、わね。わっていうのは、わいや、ほんとに、真面目だよ。あ、ごめんなさい。真面目だよ。笑わないで。何もだって。すいませんでした。すいません。何もやってんの。で、まあ、とりあえず。はい。本当に、一つ一つの言葉を大切にしてほしいから。はい。まあ、カタカナよりも、日本語の方がね。はい。ニュアンスが多く含まれてるから。はい。日本語をおすすめしましたね。では、これからは、その知識を私が活かして、今後につなげていけたらなっていう。そうだね。思います。はい。この後も皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。その前にここで本日のセカンドチューンです。はい、2月8日発売の5枚目のニューシングルです。この曲はとってもかっこいい曲になっています。カントリーガールズでグッドボーイバッドガール。1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中。1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中。今週は船木結ぶと小関舞がお送りしています。それでは引き続きメッセージをご紹介していきましょう。はい、じゃあ読みますね。はい、はい、長崎県のカントリーネームようこそ九州さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。舞ちゃん、結ぶちゃん、こんばんは。こんばんは。ライブツアー無事に千秋楽を迎えておめでとうございます。ありがとうございます。舞ちゃんは去年に続き、むすぶちゃんは初めての長崎でのライブ。はい。遠いところまで来てくれて本当にありがとうございます。はい。しっかり観光もしていただけて、長崎を代表してお礼申し上げます。舞ちゃん、世界史にも名を残している出島、いかがでしたか？むすぶちゃん、MC の時、お土産屋さんの店員さんに、修学旅行の高校生に見られたと熱く語っていましたね。大丈夫です。そう見えますよ。新年からハロコンもバリバリ頑張ってくださいね。風邪ひかないように気をつけて。カントリーガールズが大好きです。またのお越しを心からお待ちしております。それではバイチューン。ありがとうございます。はい、ちょっと噛みまくっちゃいましたけど。はい、出島楽しかったですね。いや、本当に楽しかった。実はですね、はい、今学校の歴史の授業でちょうどここら辺の授業、ベストタイミング。そうなんですよ。江戸時代の、なんか、貿易の、そこら辺の話をしてるんですけども、はい、その、授業でも、よく出てきた、その、出島に、実際に行くことができて、はい、すっごいなって思いましたよ。だってもう、目で見て、本当もうね、すごいよ。はい、教科書を通り越したね。そうですね。いや、本当に面白かった。他の人にはなかなかできないから。そうなんです。でも、うん、桃地先輩がね、うん、来てくれなかったんですよね。そうなんですよ。この前もですよ。なんかこの前っていうか1年前に長崎に来た時に、その、観光に一緒に行きましょうって言ったら、はい、おもちは明日のライブに、この後のライブに備えて、しっかり寝るからみんなで行ってきてねっていう風にね。そうなんです。こう言っていただいて。でもやっぱプロ意識ってすごいなって思いましたね。そうね、プロ意識ね。でも出島楽しかったですよね。楽しかった。本当に楽しかった。これ行かなきゃ絶対損ですよ。そうですよ。みんなでカステラを買いに行ったんですね。はいはいはい。で、その時に、私が、修学旅行ですかっていう風に聞かれたんですよ。はいはい。で、そこで、よっしゃと思って、他の、
メンバーと同学年に見られてるんだとか思ってたんですよ。そしたら、何歳ですかって聞かれて、うん、え、なんて言おうと思って、顔を伏せて、その店員さんに背中を向けながら、高校生ですって言ったら、そっから何も言わなかったんで、うん、私は多分高校生で通用すると思ってるんですよ。すごいね。すごいね。そうですね。だって中二だよね。そうですよ。すごいわ、それ。やば。大人っぽい。やったー。誰よりも大人っぽいカントリーガーズの中で。そうですね。一番。やったー。すごいね。そっから何も言われなかったんで、うん。私は、今、その店員さんの頭の中では私は高校生です。いや、すごいわ。はい、あとでカントリーガーズのファンになった時にね、はい、バレなきゃいいけどね。あれ逆さばそうですね。でも本当に、なんかライブも観光もできて、はい、本当にたくさん思い出ができて、はい、本当に楽しいライブツアーでした。ありがとうございました。はい、それでは、もう一通読んでいきたいと思います。はい。カントリーネーム、カズくんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。まいちゃん、ふなっき、あけおめです。あけおめです。お二人のお正月といえば、今はハロコンと思いますが、小学生の頃のお正月の過ごし方はどんな感じでしたか？とりあえずはお年玉をもらいに行くっていうのはありですが、わら。です。あ、そういうことね。はい。はい。お正月。でもね、まいは、カウントダウンは家族でみんなで迎えて、はい、寝て、起きて、おせち食べて、おそん食べて、とりあえずね、おじいちゃんのとこに行くんですよ。そうなんですよ。そのおじいちゃんが、ほんとにたくさん親戚がいて、はい、意味わかります？つまりですよ、お年玉がたくさんもらえる。おー、いいなー。多分、一つの家にほんとに15人以上、はい、本当にブワーって来て。いいなぁ。そうなんですよ。だし、なんか、その滅多に、ちょっと遠いんですけど、はい、栃木の方に住んでるんですけど、なかなか行けないので、こう、遊んだりとか、はい、そのいとことかはとことかもいるので、はい、そこで遊んだりして、いいですね。楽しいです。楽しかったです。そうですね。はい。私は、お正月は、毎年同じじゃないんですよ。結構いろいろ毎年で、はい、分かれるんですけど、なんか、毎年、その、終わり？うん。例えば2016年の終わりになると、うん、すごいなんか悲しくなるんですよ。うん。2016年が終わっちゃうってなって、うん、でも2017年になると、あ、2017年、イェイ、ハローみたいな感じになるんですけど、それが毎年共通点としてあるんですけど、うんうん、あの、小学1年生の時の、お正月は、うん、カウントダウンをして、うん、2017年になった1秒から、自宅から、車で、夢の国に向かったんですよ。そうなんです。なった時から。千葉の。はい。そうなんですよ。大阪から？そうです。大阪から、車で？自宅から車で、ちょっと待って。そうなんです、本当に。あの、カウントダウンで、1、ハッピーニューイヤーってなった瞬間出発して、そうなんです。行ったんですよ。待って、大阪から東、千葉か。はい。で、結構かかるよね。めっちゃかかりますね。だよね。でも、もう本当に楽しくて、うんうんうん、あの、私今人生で、2回行ったこと、うん、あ、3回か、行ったことがあるんですけど、うんうん、そのうちの1回目は全然もう小さい時で、記憶になかったので、うんうん、その、二回目に行ったのがほぼ初めてだったので、めっちゃ楽しかったです。そうなんだ。いいお正月が迎えられました、ね。じゃあもう、元日から夢の国に行って、はい、楽しんだってことか。そうなんです。行ってみたい一回。だからもうなんかすごいいいお正月をその年は。それ特別だね。はい。いいね。迎えられました。一回やってみたい。だから、なんか、今年もいいお正月を楽しめればいいなっていうふうに思います。はい。今週もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日のラストナンバーです。とってもしっとりした大人カントリーガールズを聞いていただけると思います。カントリーガールズで恋はマグネット。1422ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中。そろそろエンディングのお時間となりました。はい。さて今日はこの感想を大関舞さんに、はい、言っていただけたらなっていうふうに思います。はい。行きます。はい。One,
ツー。あ、ワン、ツー、スリー、レッツゴー。あー、来たね、お正月。楽しい、楽しい、お正月。2017年も、楽しく行こうね。あー、早く終わっちゃうかな。2017年。楽しかった2016年のように。今年も楽しくよろしくね。よろしくお願いします。お願いしますさて、ここでカントリーガールズからお知らせです。カントリーガールズニューシングルのお知らせです。カントリーガールズ5枚目の両 A 面シングル、グッドボーイ・バッドガール・ピーナッツ・バター・ジェリー・ラブが2月8日にリリースされます。こちらはですね、いろいろな表情をしているカントリーガールズが見れると思うので、ぜひたくさん聴いていただけたらなっていうふうに思います。全国でリリースイベントも行われますので、詳しくはオフィシャルホームページをご覧ください。そしてイベント情報です。ハロープロジェクト2017ウィンタークリスタルクリアカレイドスコープ、1月14日15日は愛知県日本特殊陶業市民会館フォレストフォールです。皆さんぜひ遊びに来てください。続いて番組からのお知らせです。皆さんから引き続き番組へのメッセージを募集中です。番組への感想、私たちへの質問、そしてカントリーガールズひな壇への道のお題など、何でも結構ですのでお送りください。メールの場合はカントリーアットマーク jorf.co.jp county アットマーク jorf.co.jp。 はがきの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本カントリーガールズのただいまラジオ放送中までお送りください。番組の公式ツイッターアカウントはカントリー1422です。フォローよろしくお願いします。それではそろそろお別れのお時間です。このお時間のお相手はカントリーガールズの船木結ぶと尾崎舞でした。おやすみ。